大月市へと赴く長県施設団張県は中国全館の政治家、外交官、字は私文、官中軍情片県の人、武帝の命により、郷土に対する同盟を解くために、大月市へと赴き、官に最域の情報をもたらした。県元年間に二郎となる。当時の官では、大月市に対して、対、郷土の同盟を特使者を募集しており、 長剣はこれに自選して見事に選ばれた。長剣の道のり、大月氏はかつては単に月氏と呼ばれ、強度と争っていたが、木突前右に攻められて大敗し、木突前右のこの老城前右の軍に敗れて王が、殺され、老城はその王の頭蓋骨をくり抜いて、杯きにしたという。その後、月氏の一部は北へと逃れ、これが中国では、大月氏と呼ばれるようになる。 韓はこのことから、大月氏は、郷土のことを恨んでいるに違いないと考え、郷土の攻撃作戦を狙って、長剣を筆頭に100人余りの使節団を送ったが、韓の勢力圏である老生から出た直後に、郷土に捕らえられる。郷土の軍心前運は、長剣の目的が、大月氏への使者であると知ると、月氏は、我々の北にいるのだ。どうして、韓がそこへ使者を送れるだろうか もしはが館の南の越へ死者を出したいと思って、館はそれを許すかと言い、長剣を、その後14年間にわたって交流した。ただし、京都は勇敢な人間を尊重する風習があり、軍心全右も勇敢な長剣に感銘を受け、妻を与えるなど、比較的優待した。その間に子供もできたが、長剣は、館の死者の証である不説を手放さなかった。その後、 郷土の地から脱出に成功。西へ数頭か走ったところで、大園に至った。この地の王は、菅の財力が豊かであると聞き及んでいたので、長剣が来たことを喜び、艦隊して、大月市までの道を教えてくれた。大月市は郷土に追われて、北に逃げた後に、武村に追われてさらに西へと逃げていた。長剣は、皇居へと立ち寄った後についに、大月市の町へとたどり着いた。 月子王に関東の同盟を説いた、長剣だが、月子王はこれを受け入れなかった。なぜなら、月子が逃げてきた、この地は、物産が豊かであり、周りにこれといった強敵もおらず、月子は代価を服属させ、中継貿易で大いに栄えており、郷土への復讐心はもはや過去のものとなっていたからで、ある。失意の長剣は、帰りの道筋に、混乱山脈を伝っていき、 チベット系民族である強族の支配地を通ることを選んだが、またしても強度にとらわれる。しかし一年余りして、軍心全部が死去し、それに伴い、強度が内部対立を起こした隙をついて、脱出、期限前126年についに男へと帰還した。この際、出発の時ともに出発した100人余りいた、随行員がこの時には2人になっていたという。ただし、 大月市に向かう際に別れた祭司と再会し、党に連れ帰ったとも伝えられる。同盟こそならなかったものの長剣が持ち帰った祭域の知識は極めて貴重なものであり、それまで漢にとって全くと言って良いほど状況が分からなかった祭域が、これ以降は漢の対強度戦略の視野に入ってくることになる。この功績により不途中大部とされる。紀元前123年、武帝は、 大将軍の衛星率いる強度への遠征軍を出発させる。この中で長剣は自らの地理知識を活かして大きく貢献し、永、え、遠、ー、白暴行とされる。しかし、紀元前121年の遠征の際に期日に遅れたため、李公の強撃作戦が失敗し損害を発生させた。罪で本来なら死罪となるところを過去の功績により、 金銭で食材して庶民に落とされるだけで済む。また長剣が再域を旅している途中で、植名産の竹と布を現地の人が持っているのを見て、どうやって手に入れたのかを聞いたところ、未読の商人から買ったという。このことにより、諸から雲南ビルマを通って、インドへとつながるルートがあることを知った長剣は武帝に、対して雲南を艦の支配下に入れ、このルートを通じて、 西域とつながり、郷土へ対抗することを長安に帰ってきた直後から何度も進言した。さらに別の方策としてウソンと同盟することを考え、紀元前119年にウソンへの使者として赴いた。紀元前114年に死去。死後、長剣の打った策が徐々に実を結び始め、西域諸国は男へ交易に訪れるようになり、官は郷土に対して、 有利な立場を築くようになる。長賢の孫の長武氏は、郷土の古刊や前武と名を結び、また一時期元御家道に信任された。前島宗助、長賢図メトロポリタン美術館像、四季の大円伝の末尾には、長賢は大家より帰国した後に、黄河を遡ってその源流を突き止めた、と、添え書きがある。もっとも、この記述は事実というよりも長賢が行った、 長大な旅を比喩したものと考えられるのだが、この一説が、精神の超過が、気分、伝説を集めて表した、博物史の中にある、ある人が不思議な浮き舎に乗って、海を渡り、天の川を遡って、剣後、職女にあったという説話と合体し、長剣の理差説話として発展した。長剣の理佐の理話は、荒唐無稽で、矛盾点も多いが、長剣が、川原から持ち帰った色石や、 長剣が使った差といった異物が現れるなど、七夕伝説と共に人口に解釈する逸話となった。また、長剣の理差のイメージは、三文や、漢詩のモチーフとして好まれた。詩文の世界では長剣は、白棒の名で読み込まれている場合もある。天平商法3年に成立した、漢詩開封僧には、長剣と特定していないものののり差説話を読み込んだ。 漢詩がいくつか見られることから、日本に、長剣の理サ説話が流入したのは、奈良時代以前のことと考えられる。その後も、和歌や、漢詩の知識と共に受け継がれ、12世紀前半の、根弱物語集には、説話として再録されている。室町時代以降には、長剣の理サ説話は、漢画の画題として仮の葉などに好まれ、長剣図、上佐図と呼ばれる作品が数多く描かれた。 条件図には、肝心風の人物が、丸木の上に座ったポーズのものと、竿を持って立ったポーズのものがある。後者の図像は、日本特有のもので、角乗りのイメージが投影されていると考えられる。ありがとうございます。